はじめまして、佐竹美奈子と言います。よろしくお願いします。言われちゃって
私、嘘が下手みたいです。そんな大事なことを隠してるなんてって怒られちゃいました。それから応援するって言ってくれました。大事な友達だから、その友達の夢だから、絶対に応援するって。それを聞いて私、迷ってなんかいられないって思ったんです。頑張らなくちゃって。はい、自慢の友達なんですよ。遅くなりましたけど、私、覚悟を決めました。プロデューサーさん、私をアイドルにしてください。髪やメイクを整えてもらったんです。私、人のお世話をするのは好きなんですけど、自分がされるのには慣れてなくて。あ、嫌ってわけじゃないんです。ただ落ち着かなくてそわそわしちゃうんですよ。それにいつもとなんとなく雰囲気が違うから、似合ってるのかどうか自分じゃわからなくって。お仕事がいっぱいできるといいな。
しみです。ですか？お疲れ様です。はい、実はダンスの振り付けにちょっとだけ自信のないところがあって、残って練習してたんです。なおちゃんに付き合ってもらってバッチリ覚えましたよ。明日は安心して見ててくださいね。そう見えますか？でもこれで結構緊張してるんですよ。そこはやっぱり家族や友達が応援してくれてますからね。お客さんたちにも家族や友達にもみんなに楽しんでいってほしいなって。はい。あとはやっぱり美味しいご飯ですね。あ、プロデューサーさん、笑いましたね。大事ですよ、ご飯は。毎日ちゃんと美味しいご飯を食べてるからこそお仕事ができてぐっすり眠れるんです。私、アイドルになってからますます健康は大事だって思うようになりました。そのためにもご飯です。そうですよね。でもアイドルに限ったことじゃないですよ。プロデューサーさん、疲れた顔してます。ご飯ちゃんと食べてますか？お仕事が大変なのはわかりますけど、忙しくてもご飯は抜いちゃダメですよ。どうしても忙しい時は言ってくださいね。私、お弁当とか作ってきますから。そんな、私なんてまだまだですよ。劇場のみんなに助けてもらってばっかりで。それに、プロデューサーさんにも。はい、もちろんです。もう全力で頼っちゃってますからね。プロデューサーさん、明日のステージ楽しみにしててくださいね。アイドルになった私の成長見てください。なんてまだまだひよっこですけどね。